はい、それでは対抗力士伝5やっていきます。どうもこんにちは、ピヌさんです。お、武将に昇進しました。これでまたね、やれることが増えますね。あー、よかったな、一世だ。うん、まあだいぶみなにも良くなってきました。方針に意見は言いません。そうな、兵糧売却だろうな。はは、よし、早速売りに行きましょう。さて、おいくらかな？ 448。 まあいいでしょう。あ、違う違う、さあここですね。よし、オッケー。うん、承諾。まあ1300貫ぐらいを殿に上納して、残りは小遣いにしましょう。まあ今回はどうしよっかな。まあ弓術、あと武芸もあげたい。礼法もちょっと気になる。できるところからやりましょうか。まずは殿の元に戻ります。はは、1300だな。残り49日、道中ね、松平元康などとお茶とか飲んできましたけども、悩むな。どうしよっかな。いやー、柴田勝家に切られましたな。もう残り8日しかないや。ね。お茶もいいけど、体力回復して表情行きましょう。さあ、表情ですね。いやー、合戦来そうですよね。あー、やっぱりなー、合戦来るなーって思った。鳥羽城。いやー、調略？まあ、ちょっと上洛って考えたら、少し遠回りしてますけどね。ああ、合戦だ。お、木下隊が3番隊ですね。なるほど、結構オールドスターですよね。頑張りましょう。足軽を覚えておかないといけないか。弓術で、まあちょっと鍛えたから、そろそろ行ってもいいかな。いやー、まあ戦況的には全然余裕ですね。もう一気に叩いちゃいましょう。ん？敵方の援軍が迫ってまいりましたぞ。おー、野戦だ。いやー、でも、もう数が全然違うからね。
まあ相手の援軍も大変だよね。もう戦わずして退却しましたね。お、鳥羽城より和議の使者。まあこりゃそうでしょうね。戦況がね、悪いもんね、相手方は。よし、和議はなったぞ。鳥羽城の攻略に成功しました。ああ、なんとか第一勲功。はは、先行第一。皆の者大義であった。さあ、残り50日もありますね。まず弓を4にしましょう。もうちょっとだと思うんでね。弓4にして、武芸、足軽上げて、あと他をやって、みたいな感じやね。あー、上がった。休日技能4。弓乱射。よし、オッケー。残り29日結構あるなぁ。どうしよう。少し休んでから何かできるやつだね。足軽やってもいいかもね。よし。足軽の技能が3に上がりました。足軽長かったぁ。へぇー。よし。あと4日。回復して表情ですね。お、前田慶次が元服。あー、まあ合戦、そうですね。もう決めちゃいましょう。うん。お、織田信長も出てきますか。ようやく本丸までやってきましたね。まあ時間の問題でしょう。あー、このね、モグラ攻め強いんすよね。おー、和議の使者が到着しました。さあ、信長がどう判断するか。よし。まだね、信長優しいですね。これで戦闘終了じゃ。大河内城の攻略に成功しました。おお、よかった。第一先行第一。こりゃ出世も近いぜ。北畠家かな、滅亡。まあ45日あるから、回復してから武芸でも習ってこようかな。礼法の技能が1に上がりました。高層人脈。まあ、でもあんまり必要ないか。まあ、ちなみにね、武芸はやったんですけど、勝てません。高い武具を手に入れた方がいいと思うんだけど、どこに売ってるか、皆目見当がつかない。商家に行って、ちょっとずつ買うことによって、
親密度が上がって今まで売ってなかった高いやつが出てくるんで、まあちょっとずつね一個一個買い物はしてるんだけど、まあ多分使った金額によるんじゃないかなって感じはしますね。うん、コードもね買いましょうか。なんだかんだおろそかにしてる算術指示ね、やった方がいいよね。こうなっちゃうとね。はーい。うん。本拠に戻ろう。ん？熊野水軍が当家の従属を申し入れてまいりました。ほう。まあ今日はこの表示をやって終わりにしましょう。軍備。ほうほう。いやー特に。まあ徴兵かな。徴兵じゃないかな。建築持ってたか。岐阜城の補修しよう。3000貫で防御度10以上。建築4じゃなかったかな。木材合わせね。うんうん。はい、やりましょう。はーい。うわあ、もう間違ったー。あ、間に合う。はい。うわあ、20。かなりいいね。ははぁ。いいね。あっぱれ。160。すげえ上がった。脳裏、内政系称号。さあ、残りの時間。まあまあ、揃ってきてるんですけどね。まあまあ、揃ってきてるんだけど、どうしよう。算術やってこようか。あー、上がったー、よかったー。目利き。ほうほう、鑑定眼が身につき、自宅での鑑定が可能になる。また、商人司争いで大茶会の効果が上がる。おー。いいね。まあねー。お、刑事がいるな。いやー、かぶいておりますなー、刑事殿。15歳。戦国一の歌舞伎者として知られる滝川一益の縁者だが、前田利家の兄の養子に入り前田姓を称す。華道廉歌茶湯武道古典に長者教養人で、武芸百般にも通じた。関ヶ原合戦に際して上杉家に参陣、隠居後はひょっと祭と号した。うん。まあ、前田慶次ともね、仲良くなっておきたいですね。ではでは。はい、5月の表情になりました。はい、今日はこれで終わりにしましょう。ほぼ合戦と修行して、ここ最近ね、続いてますけども。まあ今が耐え時なのか、今後怒涛の展開が来るのかはね、わかりませんが。これね、長いっすからね、言うてもね。なんで淡々とやっていきましょう。
それでは今日はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、そして他にも動画ありますので、よかったら見てみてください。また別の動画で会いましょう。